は台湾の台北県出身のプロ野球選手。左投げ左だ。千葉ロッテマリーンズでの登録名は、カタカナ表記のチェングアンユー。台湾台北県出身。国保高級化自称業職業学校から、国立体育大学に進学。2010年の春季リーグでは、先発6試合を含む7試合に登板し、5勝、防御率0.00を記録。 さらに、チャイニーズタイペイ代表として、同年の世界大学野球選手権大会や公州アジア大会にも出場した。2011年2月7日に、横浜ベイスターズが獲得を発表。シーズン中は、大学を休学する。横浜 DNA ベイスターズ時代2012年1月24日に、自由契約公示されたが、1月25日に、 育成選手として契約を結ぶことが発表された。8月にトミー・ジョン手術を受け、この年は公式戦の登板はなかった。10月31日、自由契約公示されたが、11月9日に再契約した。2013年は育成選手の規約に基づき、10月31日自由契約公示された。後に育成として再契約。 2014年7月11日、支配下契約され、背番号は118から59へ変更された。支配下登録から5日後の7月16日の対、広島戦で一軍初登板、初先発。しかし、味方の失策に加え、キラカーイフエとブラッドエルドレットに、本塁打を浴びるなど、2回1、3を投げて4失点で越された。チームは、敗れたものの、 陳が降板後に一度、広島に追いついたため、陳に、勝敗はつかなかった。翌日、登録を抹消され二軍に落ちた。9月、新川アジア大会野球チャイニーズ台北代表に、選出され、2試合に登板し決勝の韓国戦では、敗戦投手となった。10月27日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。 2014年11月に、千葉ロッテマリーンズの鴨川キャンプに2日間参加。入団テストを兼ねた、シートバッティングの登板で高投を見せ、12月25日には、入団が正式に発表された。背番号は49で、登録名は、カタカナ表記のチェングアンユー。2015年は来日後初めて開幕を一軍で、迎えると、福岡ソフトバンクホークスとの開幕カード。 第2戦で移籍後先発。一軍公式戦では、6月10日の対、中日ドラゴンズ戦で来日初勝利を挙げたことを、皮切りに、左の先発要因として14試合の登板で5勝4敗、防御率3.23という成績を残した。特に、9月は5試合に登板して26投球回、3勝0敗、防御率1.04と好調であり、 月間 MVP 候補選手となった。さらに、チームのシーズン3位で迎えたポストシーズンでは、北海道日本ハムファイターズとのクライマックスシリーズファーストステージ第2戦の先発に抜擢。勝敗はつかなかったものの、同郷の日対抗から3打席連続三振を奪うなど、5回を投げて1失点に抑えた。さらに、シリーズ終了後に台湾へ帰郷すると、 国立体育大学を卒業。オフの9月30日に2015、WBSC プレミア12、チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では、初戦のオランダ戦に先発登板したが、相手打線を抑えきれず2回で降板した。カナダ戦には、中継ぎで登板したが、またも相手打線に捕まってしまう結果に終わった。2016年は、 契約期間の1年延長と交際6年目の台北市在住の銀行員の女性との結婚を1月6日に発表した。2017年開幕前の1月23日に2017ワールドベースボールクラシックチャイニーズ台北代表に選出された。同大会では1戦目のイスラエル戦で2番手に登板したが本類打を打たれて流れを作れず3戦目の韓国戦では 先発登板したが打たれ、負傷もあって2回途中で降板になる結果に終わった。この年ロッテは最下位に沈むも、チェン自身は防御率3.29をマーク。先発としては炎上する試合も目立ったが、中継ぎとしては防御率1点台をマークする活躍を見せた。なお、ロッテはこの年、在籍していた外国人選手をのきなみ解雇しているが、チェンだけが残留した。 オフの10月11日に2017アジアプロ野球チャンピオンシップチャイニーズ台北代表に選出された。2018年は主に中継ぎで24試合に出場。先発試合での攻撃の影響もあり通算防御率は3.92に止まるも中継ぎでの防御率は1点台をマーク。シーズン終盤には負傷により緊急降板したマイク・ボルシンガーに代わり5回。 無失点の高騰を見せチームを勝利に導くなど活躍が光った。8月には第一子となる娘が誕生した。2019年はリリーフで44試合に登板。同点、ビハインドの場面を中心に登板したが、時には勝利の方程式に組み込まれたり、ロングリリーフを任せられたりなどとユーティリティに寄与された。 防御率3.63と1年を通して安定したピッチングをした。オフには 2019WBSC プレミア12に出場し5試合を投げ無失点と活躍した。2020年は引き続きリリーフとして起用され、19試合に登板した。球団は翌シーズンも契約を結ぶ方針で、12月2日に公示された契約保留選手名簿にも掲載されたが、 12月11日、家庭の事情を理由に、ロッテを退団、日本球界を離れ母国台湾に戻ることが発表された。同日、契約保留権が放棄され自由契約選手として公示。2021年1月14日、台湾の競合社会人チームである、安永新たものに入団することが発表された。例年6月下旬から7月上旬に行われる、 中華職業棒玉大連盟のドラフト会議までの一時的な入団となる。スリークォーターから最速時速1 5 0トルのストレートとカーブスライダーシュートフォークチェンジアップを投げる。中でも右打者の内角低めに決めるストレートが持ち味。牽制やフィールディングにも定評がある。普段は漫画、ワンピースを読んで日本語を勉強している。また、ヒアリングは ワンピースのテレビアニメ版を見て鍛えているという。悩みは、ワンピースでは、敬語が出てこないため敬語が勉強できないこと。同じ台湾出身で、国立体育大学 OB でもあるチン・インとは、シーズンオフに、自主トレを共にするなどの交友があり、またチェーン・ウェインを、憧れの存在と語っている。なおチェーン・ウェインは2020年のシーズン途中からロッテに、加入し、チームメイトとなった。 チェングアンユーに関するカテゴリー、ありがとうございます。